はい、皆さんこんにちは。今私は港区の青山に来ております。これから東京都の主催する、外国人おもてなしボランティア、違うな、語学ボランティア、これの研修会に、参加します。1時から4時半までしっかり勉強していきたいと思います。はい、今3時間半の研修受けてきました。とっても良かったです。楽しかったしね。また詳細後で、ご報告いたします。 Hi, hello everyone ということでですね、皆さんこんにちは。先ほどちょっとご紹介しましたけれども、今日ですね、私は東京都が主催します外国人おもてなし語学ボランティアという講座に行ってまいりました。で、実は来年東京オリンピック・パラリンピックが開催されるんですけれども、私そのボランティアに申し込みをしました。しかしながらですね、非常に多くの方が応募されて、一説によるとその12万人募集に対して20万人の人がね、応募したということで、残念ながら私選ばれませんでした。落選しちゃったんですね。で、ちょっと落ち込んでたんですけれども、何か他にできることはないかということで、で、この外国人おもてなし語学ボランティアがあるじゃないかということでね、今日勉強に行ってきました。で、このバッジをねもらってきました。だから東京都公認のボランティア活動ができるというところなんですけれども、3時間半の講座だったんですけど、非常に勉強になりました。英語の表現もそうなんですけれども、それ以外のやっぱりその外国人に対するマナーだったり、おもてなしの気持ちだったり、そういったことをグループの人たちとディスカッションしながらね、いろいろ学んできました。皆さん非常にやる気のある方たちばっかりでね、非常に楽しく勉強ができたかなと思います。それで皆さんにもおすすめですね。というのは、これからどんどんやっぱり仕事であったり私生活においてもね、外国の方と接する機会ってどんどん増えていくので、やっぱり英語であったり、その外国人に対するマナーだったりを知ってて損はないと思いますし、習うより慣れろでやっぱり実践していかなきゃいけないと思うので、こういうボランティアという名目でかこつけてね、どんどんやっぱり声をかけて、トライしていくっていうのが身につく一番いい方法かなと思います。でね、詳しくは、受けていただくといいと思うんですけれども、今日私が強く感じた3つのポイント、これをちょっとご紹介したいなと思います。我々としてのね、心がけとして、1つ目はスマイル、笑顔ですね。やっぱりね、目をこうそらすとかじゃなくて、ちゃんと相手を見てニコッと笑って、何か May I help you とか Are you OK っていう感じで、歓迎のね、気持ちを出していくと、やっぱり笑顔は共通です。もう言葉じゃないんですよね、っていうのが一つありますと。それから2つ目、リスペクト。文化の違いでね、例えば外国の方が日本に来て、不慣れでね、なんか間違っちゃったことをやっちゃったりとかするかもしれない。でもそれを笑うとかバカにするとかじゃなくて、やっぱり外国の方をリスペクトする気持ちで、で、日本の文化を教えて差し上げるっていう、そういうことが必要かなと思います。それから3つ目、ブレイブって書きましたけども、勇気を持ってっていうところですかね。とかく我々シャイでね、なかなか声をかけるタイミングがなかなかつかめなかったりとか、躊躇しちゃったりするんですけれども、もう勇気を持ってね、飛び込んでいく、ね、で、ここは日本ですから、日本のことをやっぱりいろいろ教えてあげるっていうね、そういう精神で勇気を持って声をかけていくっていうのも大事かなと思います。スマイル、リスペクト、ブレイブと書きましたけどもね、今日感じたの、私が感じたのはそういうことです。ぜひ皆さんも参加されてみてはいかがでしょうか。